ちゃん、りっちゃん、てっちゃん、エサレサヨチャンネル、今日はポケモンセンターで買ったものを紹介します。はい、りっちゃん今回は、しょっちゃんと、あ、しょっちゃんは好きなのがなく見つからなくて、りっちゃんとせっちゃんだけ購入しました。紹介お願いします。ロコンです。いつもはニャービー買ってたからニャービーがいいのかと思ったら、もうニャービーはいっぱいになったからって言って、ロコンを自分で作ったのとか中になりました。可愛いよね。なんでこれ買ったかっていうと、せっちゃんのアローラロコンを誕生日ではせっちゃんがもらってて、それ見た時に普通のバージョンも可愛いと思った。これは普通バージョンなんだ。へー。関東地方。で、次は大丈夫？次はせっちゃんお願いします。映画に出た。そう、かわいいよね。寝てるイーブイです。バッグにこれ、そう、今回はそう、あんま大きなぬいぐるみは持ってるから、よくせっちゃんがよくウパちゃんをリュックに連れて持っていくので、今回はりっちゃんもせっちゃんもリュックに詰められるものにしたらっていう、バッグ連れて歩けるものにしたらっていうことで、このサイズになりました。なんかさ、寝てるこのサイズさ、いっぱいあって寝てるこのシリーズいっぱいあったよね。アローラロコンがあったけど、最初ママさ、最初さ、私にニャビちゃん勧めしてたよね。そう、ニャビの寝てるやつ勧めてた。この目つぶってるシリーズは可愛いね、うん、これだったらバッグに入れても大丈夫。これね、顔が変わってたんだよ、うん、そう、なんかね、口元が違ったり、なんかね、一体一体顔が違って、で、せっちゃんが好きな子を選んでこの子になりました。私も顔ちゃんと選んだ。ああ、だったね。りちゃんも選んだね。今回のポケモンストアで買ったのはこの2点でした。また買い物に行きましょう。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ。グッドボタンもよろしくね。バイバイ。